天皇経図38から50代。天武天皇は日本の第40代天皇。意味川大天、和風志望は天の沼原沖の真人天皇。人心の乱に勝利して即位した。除名天皇と皇玉天皇の子として生まれた。中野大江の王子にとっては両親を同じくする弟にあたる。皇后の宇野ささ王女は後に次等天皇となった。 天智天皇の死後、672年に人心の乱で大友美子を倒し、その翌年に即位した。その知性は14年間、即位からは13年間にわたる。アスカ清美原の宮を造営し、その知性は続く、自童天皇の時代と合わせて、天武自童長などの言葉で一括されることが多い。日本の統治機構、宗教、歴史、 文化の原型が作られた重要な時代だが、自童天皇の統治は、基本的に天武天皇の路線を引き継ぎ、完成させたもので、その発意は多く、天武天皇に返される。文化的には、白宝文化の時代である。天武天皇は、人事では皇族を養殖につけて、他氏族を会に置く、後進政治を取ったが、自らは皇族にも成長されず、先制君主として君臨した。 発色のせいで、市政制度を再編するとともに、律令制の導入に向けて、制度改革を進めた。アスカ清見原の例の制定、新しい都の造営、日本初期と古事記の編纂は、天武天皇がはじめ、死後に完成した事業である。道教に関心を寄せ、神道を整備し、仏教を保護して、国家仏教を推進した。 その他日本土着の伝統文化の形成に力があった。天皇を称号とし、日本を国号とした最初の天皇とも言われる。名の大閑は、幼少期に養育を受けた、盆栽師にちなむ。日本初期に直接そのように記した箇所はないが、天武天皇の上がりに、盆栽蘇鎌が、身分のことを類したことから、このように推測されている。和風死号は、 天の沼原沖の真人天皇。英は道教における東方三神山の一つ、英州のことである。新人は優れた同志を言い、英と共に道教的な言葉である。寒風志望である天武天皇は代々の天皇と同様、奈良時代に大海の見船によって先進された。近代に森外は国語尊下にある天智は武、知事は文。 民事は、中心を、出典の候補として挙げた。別に、前官の武帝になぞらえたものとする説、天は武王を立てて悪しき王を滅ぼしたから名付けられたと、する説もある。天武天皇の出生年について、日本書紀には、記載がないが、天皇の少年を不明にするのは、同書で珍しいことではない。前後の天皇では、推古天皇につき死亡時の年齢を記したこと。 天智天皇につき、除名天皇13年時点での年齢を記したことが、むしろ例外的である。天皇の年齢を詳しく載せるのは、中世になって成立した年代記、系図類である。鎌倉時代に成立した、一代陽記や、本朝公院昭雲六、後年代略記が記す、没年65歳から計算すると、少年は、水戸天皇30年か31年となる。 これは、天智天皇の青年である、水古天皇34年の前である。これについては、65歳は56歳の内島違いで、除名天皇3年生まれだとする説が古く行われてきた。1974年に、作家の笹勝明がこの違いを捉え、天武天皇は、天智天皇より年上であり、日本書紀が兄弟としたのは、 事実を隠したものであろうとする説を唱えた。ここから、主に在野の歴史研究家の間で様々な遺説が生まれ、活発な議論が交わされた。笹は天武天皇の正体を、白木の皇族金、大野水としたが、小林慶子は、神弥子とする説を提起し、年齢逆転を唱える作家の間では、これが有力なものとなっている。神弥子は、皇玉天皇が、 女名天皇と再婚する前に、高む子の王との間に設けた子で、天智天皇の異父系である。しかし、一大容器などは、天智天皇の年齢も記しており、そこでは、天智天皇は天武天皇より年上である。中世史料内部で比較すれば、天智、天武の兄弟関係は揺らがないのであって、年齢逆転は、日本初期の天智青年と、中世史料から、 天無青年だけを取り出して比較した時に起きる。このような操作を通じていた矛盾によって、父母を同じくする弟と明記する、日本書記を覆すことに、坂本太郎ら歴史学者は総じて否定的である。しかし論争の中では数字をひっくり返して、辻妻を合わせる、資料操作も批判され、56歳没説も支持されなく、なった。結局、 天武天皇の少年は不明ということになる。中野大江の王子が、皇玉天皇4年6月12日に20歳で、日の富の変を起こしたとき、大天王子は年少であり、おそらく陰謀には関わらなかった。事件の結果、皇玉天皇は退位し、皇徳天皇が即位した。あと、白地四年に、中野大江の王子が、皇徳天皇と田を分かち、南馬系から和に移ったとき、 行動を共にした。やがて、光徳天皇は、病で放置、光玉天皇が、西明天皇として、再び天皇になった。大天王子は、中野王への王子の娘を次々に四人まで妻とした。くだら復興のための朝鮮半島出兵で、西明天皇と中野王への王子が畜死に宮を移した時には、大天王子も妻を連れて従った。旅の途中、 西明天皇7年1月8日に、妻の大田王女が、多くの会で、多くの王女を産み、王津美子の名も、畜死の大津での出生に由来すると言われる。大天王子は、ぬかた王を妻として重死王女を設けたが、後に、ぬかた王は、中野王江の王子の日になった。この三角関係が、後の兄弟の不和の原因となったとする説があり、賛否ある。 母の西明天皇が亡くなってから、中野大江の王子は、即位せずに小生で統治した。天智天皇3年2月9日に、大天王子は、中野大江の王子の命を受け、下に26回生を敷き、宇治の神を認定し、民部と家部を定めることを軍心に述べ伝えた。天智天皇6年2月27日にようやく、西明天皇の葬儀があり、橋人王女が、 西明天皇と合奏になり、大田王女がその寮の前に葬られた。それぞれ、大天にとっては母、姉、妻にあたる人たちであった。七年一月七日に、中野大江の王子が即位した。この時、大天王子が、東宮になった。このことは、日本初期で、巻十八、天武天皇の即位前期に記され、巻十七の天智天皇期には、触れられていない。 天智天皇記で、大天王子は大皇帝、東宮太子皇帝、東宮などと記される。初期は、人心の乱の挙兵前から、大天王子を天皇と記し、天武の地位について、信頼を置けないところがある。そのため、初期が書く通り、大天王子が皇太子であったとする学者もいるが、大皇帝などは、人心の乱での天武天皇の行動を、正当化するための文章で、事実は、 そのような地位になかったとする説、大皇帝などは単なる損傷であって、皇位継承予定者を意味するものではないなど、疑う説も有力である。皇位継承者と認定されていたかはともかく、大天王子が非常に重要な地位にあったことは、認められている。藤し家げは、ある日の宴会で劇した、大天王子が長僧で床板を貫き、怒った。 天智天皇が御子を殺そうとしたという話を伝える。藤原鎌足が取りなして事なきを得たという。天智天皇7年のことと推測される。天智天皇10年1月2日、天智天皇は大友御子を大乗大臣に任命し、左大臣、右大臣と御子大部をつけた。大乗大臣は国政を騒乱する官職で、その職務は大天王子が果たしてきた仕事と重なる。 日本初期には、この直後に、東宮府都市皇帝が、官位、ハットのことを施行させたと記すが、ある本に曰くとして、大友美子がしたとも中記する。また、開封層によれば、大友美子が、大城大臣になったのは5年前になる。多くの歴史学者は、初期のある本の方を取るか、この記事を、天示天皇3年2月9日の官位26回生の、重質と見る。ともかくも、 大天王子は朝廷から全く阻害されたようである。天智天皇に大とも子をして行為を継がせる意図があったためと言われる。天智天皇は病がいよいよ深くなった10年10月17日に大天王子を病床に呼び寄せて公事を託そうとした。蘇我康丸の警告を受けた大天王子は皇后である大和姫王が即位し、 大友美子が失声するよう進め、自らは出家してその日のうちに停発し、吉野に下った。吉野では、宇野ささら王女と、草壁美子らの家族と、少数のとねり、同じと共に住んだ。大江大津宮では、天智天皇が死ぬと、大友美子が朝廷を主催して後継に立った。翌年、天武天皇元年6月22日に、大天皇子は、挙兵を決意して、美野に、 村国男よら死者を派遣し、二日後に自らもわずかな、友を従えて、後を追った。美濃には、巫女の東目優があって、東目礼のおつむじがまず挙兵した。巫女に仕えるとぎ里には、村国知ら美濃の豪族の出身者があり、その他尾張志らも従った。大天王子は、クア道を封鎖して、大海朝廷と東国の連絡を遮断し、兵を起こす死者を東山と東海に使わした。 大和盆地では、大友不寄夫が挙兵して、アスカの和京を吸収、占領した。大見朝廷側では、河内国主来飯岡後が、大天王子に味方しようとして殺され、大見方面の将や部王もまた殺され、大見の豪族羽田や国が、大天王子側に願えるなど、動揺が広がった。大天王子は、東国から数万の軍勢を不安に集結せさ。 大海と和野に方面に送り出した。大海方面の軍が、琵琶湖東岸を進んで、たびたび敵を破り、7月23日に、大友美子を自殺に追い込んだ。天武天皇は、大友美子の死後もしばらく美濃に留まり、戦後処理を終えてから、飛鳥の島の宮に、ついで岡本宮に入った。岡本宮に加えて東南に少し離れたところに、新たに大極殿を建てた。二つを合わせて、 アスカ清美原の宮と名付けたのは晩年のことである。天武天皇2年2月27日に即位した。天皇は、宇野ささら王女を皇后に立て、一人の大臣も置かず、直接に政務を見た。皇后は、人身の乱の時から政治について助言したという。皇族の将が養殖を文章し、これを更新政治という。天皇は、伊勢神宮に、大北王女を採用として使えさせ、 七の女名天皇が創建した九だら大事を移して、高市大事とするなど、神道と仏教の信仰政策を打ち出した。伊勢神宮については、人身の乱での加護に対する法恩の念があった。その他諸政策については、後日の天武朝の政策で解説する。また、天武天皇4年4月17日、最初の肉食禁止令を発布する。これにより、 表向きには獣肉を食べることが不可能となった。ミコラが成長すると、8年5月5日に、天武天皇と皇后は、天武の子4人と天智の子2人と共に、吉野宮に赴き、6日に、そこで誓いを立てた。天皇、皇后は6人を父母を同じくするこのように偶し、子は共に協力するという、いわゆる、吉野の名役である。しかし、人は平等ではなく、 草壁美子が最初、大津美子が次、最年長の高市美子が三番目に誓いを立て、この序列は天武の知性の間維持された。天智天皇の子は、皇子から外されたものの、天武の子である草壁は、天智の娘厚地王女と結婚し、同じく大津は、山部王女をめとり、天智天皇の子川島美子は、天武の娘初世辺の王女と結婚した。天武の皇后も、 天智の娘であるから、天智、天武の両兄は、近親婚によって、幾重にも結び合わされたことになる。天皇と皇后は10年2月25日に律令を定める計画を発し、同時に草壁巫子を皇太子に立てた。しかし12年2月1日から、有能な大津巫子にも、調整を取らせた。天皇は、15年5月24日に病気になった。仏教の貢献によって、 会議を願ったが、効果はなく、7月15日に政治を公合と、皇太子に委ねた。7月20日に元号を定めて主張とした。その後も神仏に祈らせたが、9月11日に病死した。10月2日に、大墨子は、無本の容疑で捕らえられ、3日に死刑になった。上がりの期間は長く、皇太子が百官を率いて何度も、儀式を繰り返し、 自頭天皇2年11月21日に、大内領に葬った。自頭天皇3年3月13日に、草壁美子が死んだため、皇后が即位した。自頭天皇である。天武天皇、自頭天皇日の熊大内領領は、宮内庁により、奈良県高市郡飛鳥村大和野口にある、日の熊大内領に事情されている。自頭天皇との合葬漁で、 宮内頂上の形式は上演下方。遺跡名は、野口応募興奮。古代の天皇陵としては珍しく、事情に間違いがないとされる。文略2年に洞窟に遭い、大部分の副葬品を盗まれた。棺も暴かれたが意外はそのままの状態で、天皇の頭蓋骨にはまだ白髪が残っていた。地頭天皇の遺骨は仮装されたため銀の骨壺に収められていたが、 骨壺だけ奪い去られて遺骨は近くに遺棄された。藤原邸家が赤月期に洞窟の天末を記す。また、洞窟の際に作成された阿富区の三病期に石室の様子がある。上記とは別に奈良県柏原市五条野町にある区内町のうねび、両母山高地では天武天皇と地頭天皇が悲壮候補者に想定されている。遺跡名は丸山興奮。 また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。人身の乱に勝利した天武天皇は、天智天皇が宮を定めた大宮をうつぐうに足を向ける、ことなく、アスカの古池に帰還した。天武天皇2年うるう6月に来着した丹羅の使者に対して、8月25日に即位祝賀の使者は、受けるが、 全天皇への弔いもしは受けないとみこと乗りした。天武天皇は人心の乱によって新たに天下を平らけて初めて即位したと告げ、天智天皇の後継者というより新しい王党の創始者として自らを位置づけようとした。このことは天皇が赤を重視したことからも間接的に推測されている。人心の乱で大甘王子の軍勢は赤い旗を掲げ赤を 衣の上につけて、印とした。晩年には、主張と改言した。日本では、伝統的に白くて珍しい動物を、随称としてきたが、天武天皇の時代とそれよりに、三代の間は赤いカラスなど赤も、吉章として師匠に記された。赤を尊んだのは、前漢の皇祖に習ったもので、旗を倒し、皇宇との天下領軍の戦いを経て、新王朝を開いた流邦に、 自らをなぞらえる気持ちがあったのではないかと推測される。吉野での筆則からわずかな友を連れ逃れるように投降し、たちまち数万の軍を起こして勝利を得た天武天皇は人々に強い印象を与えた。天武天皇の高い権威を象徴するものとして決まって惹かれるのが万葉集に収められた大君は神にしませばで始まる複数の歌である。天武天皇は 一人の大臣も置かず、法官平成官などを直属させて自ら政務を見た。養殖に皇族をつけたのが特徴で、これを後進政治という。皇族は、下に26回生と別に5位までの皇族専用の位を帯びた。しかし皇族が政権を掌握したわけではなく、権力はあくまで天皇個人に集中した。重心に政務を委ねることなく、 進化の抗議や同意に寄りかかることもなく、天皇自らが君臨しかつ統治した点で、天武天皇は日本史上に稀な権力集中を成し遂げた。天武天皇は強いカリスマを持ち、古代における天皇先生の頂点となった。ただ、先生といっても、中国で時になされたような総合の死の大抜擢は一切なく、人心の行進でも、地方出身者は、 旧来の貴族層の下に置かれたままであった。人身の乱が本質的に好位継承争いを出なかったこともあるが、日本では最高度の先生においても貴族性的限界が大きかったのである。日本で初めて天皇を称したのは天武天皇だとする説が有力である。一説に天皇は元天武というただ一人の偉大な君主のために用いられた損傷で、 彼のカリスマを継承するために、天皇を君主の号とすることが後に定められたという。日本書紀の時頭記に、単に天皇と書いて、時頭天皇でなく、天武天皇を指している箇所があるのがその根拠である。また、日本という国語を採用したのも、天武天皇とする説が有力である。天武朝に成立し、日本書紀編纂に利用された、日本予期の存在などが理由である。 日本という字に込めた意義には、日を中心にした国という思想を表したもので、神が天から下した筆木が代々の君主だとする神話に即したものとする説や、単に東方の微笑と見るなど小説ある。日本書紀の署名、編纂と密接に関係し、アスカ清見原の例に書き込まれたのではないかと推測される。天武天皇は、即位後間もない2年5月1日に、 初めて宮廷に使えるものをまず大トネとし、ついで才能によって役職につける制度を用意した。合わせて、婦女で望む者には皆、宮遣いを許した。天武天皇5年1月25日には、紀内、道の区、長門以外の国士には、大戦意以下を任命することを定めた。簡易相当性の端緒である。同じ直で外国の親連、友の宮津子。 国造のこと特に才能がある諸人に、宮への出資を認めた。7年10月26日には、毎年官人の勤務表情を行って、理解を進めることとし、その事務を法官が取ること、法官の官人については大弁官が取ることを定めた。官人に定期的、体系的な昇進機会を与える公選法の、始めとされる。14年には、新しい管理を定めた。 こうして整えられた完成は、生まれによる差別を否定するものではない。11年8月22日に、天皇が公選において、属性を第一の基準とするよう命じたことからも、わかるように、生まれの規制は、官僚制度の中に織り込まれるべきものであった。天武天皇10年2月25日に、律令を定め、方式を改める、大事業に取り掛かった。 官人を分担させて進められたようだが、存命中には完成せず、自動天皇3年6月29日に礼のみが発布された。アスカ清見原の礼である。官位制度は、天智天皇が定めた大式から小立てまでの官位26回生を踏襲した。実際に見える、存命中の官位は、美濃王と東間とヨ浜の小紫が最高である。 死後の増意ではこれより高い位も授けられた。これと並行して天武天皇4年3月16日を初見として昭和大将に4位、5位など数字に位をつける昭和の位が作られた。存命中の人の位としては3位から5位までが見える。この時も神皇には位が授けられなかった。天武天皇14年1月21日に 新しい官位十八回制を定めた。皇族と進化では異なる意界を用意し、神皇にも位が授けられた。実際に授けられた、最高位は、草壁美子の清子孝一である。名、清ただし、自家といった、就職後は、神道が尊ぶ価値で、天武天皇の道徳、宗教観を反映したものであろう。冠と密接に関わる服装についても様々な。 規制を加えた。天武天皇11年にはそれまでの日本独自の髪型である水らを改めるように命じた。これ以後、冠を被るのにふさわしい形の曲げになった。また、天武12年には異界を示す色を従来の冠の色から朝服の色に変更した。これらは、官人の勤務時の服装規定で、帰宅後の服装や民衆の服装まで及んだものではないと、 考えられている。天武天皇が確立したこれらの諸制度には、後の大法律令、養老律令と細かな点で異なるところが見受けられるが、実質的な意義、内容は同じで、律令官人制の骨格を成すものである。当時の完成は明確に知られていないが、政務を議論する複数の納言からなる大上官、その下に民官、法官、平成官、大倉、理官、 警官の六官、さらにその他の監視があったと推定されている。学者により天武朝の重みの評価は異なるが、天武政権の下で日本律令体制の基礎が定まったなど、天武朝の意義を最大と見る人も多い。天武天皇は、豪族、自社の土地と人民に対する指摘支配を否定した上で、諸豪族を官人秩序に組み込み、国家の支配を貫徹しようとする政策を取った。 まず、天武天皇4年2月15日に、天智天皇3年から諸子に認められていた垣部と、皇族、神下、寺院に認められていた山沢、島の浦、林や池を取り上げるという見事の利を下した。続いて、有力者が主的に支配を及ぼすのを否定して、簡易官職や功績に応じて個人に不幸を与える、形式に切り替えた。の導入自体は、 天武天皇の大以前からのもので、内実の転換が段階的に進められた。まず5年5月14日に西国にある不幸の税を取り上げて東国に変え、長期間同じ場所に封じることで発生する主従的関係を断ち切ろうとした。8年8月2日に、小二式以上の皇族、進化に一斉に自寄付を与え、新制度への転換が完了した。 これと前後して8年4月5日に、寺の自期付の調査を命じ、9年4月にその年限を30年に限った。判事かねるのは11年3月28日の、見事のりで、自期付を止めてこうに返せと命じたが、実際にはこの後も不幸は続いている。何らかの制度改正、おそらく自期付の管理への関与を禁じるような措置ではないかと推測されている。 皇族の私的支配の否定は、天皇を頂点とする国家の支配を貫徹しようとするものではあったが、生まれの奇践による差別を否定したり、平等な能力主義に基づく官僚性を施行するものではなかった。天武天皇7年1月7日には、身分の低い母を拝むことを禁止するという奇妙な御事のりを下している。天皇の意図は、奇践の違いを、 自己の望み通りに秩序づけようとすることであって、まずいくつかの氏族の姓を引き上げて優遇する措置を取り、天武天皇13年10月1日に発色の姓を定めて全面的に再編成した。皇族の末を、麻痺と旧来の真の氏族を遊ん、村地を救ねなどとして、人身の乱での功績も加味するものであった。氏族政策については、 人身の乱の支持勢力に関する説と関係づけて、その意図が様々に唱えられる。一つは、中小豪族をすべて、大豪族を抑圧したとする説。もう一つは、機内豪族の優遇にあるとする説。特定階層を優遇したとは言えないとする説である。最初の貨幣とされる、不本線が中造されたのは、天武天皇の時代である。ただ、不本線はまじないようで、 流通貨幣ではなかったという説、不本線に先行して、無門銀線があったとする説もある。天武天皇は、皇族進化の行為者に、流罪以下の処分を多く下した。処罰は、天武天皇4年4月8日に調散を禁じられた、大麻広島路徳沼路に始まり、4月23日に、稲葉に流された三位の朝族王のような交換に、及んだ。11月3日には、 宮の東の山に登って要言して自殺した人が出た。要言の内容は伝わらないが、天皇の政治を批判したものであろう。5年9月12日には、筑紫太宰の夜書き王が土佐に流され、6年4月11日には、クイタの倉が伊豆島に流された。クイタの倉は天皇を非難したためだが、他の人の処罰理由は伝わらず、朝族王については、 万葉集に同情する人との歌のやりとりが再録された。人々の心が、大きみは神にしませばの歌に見るような天皇賛美一色で染まっていたと考えるべきではない。後進政治を担ったはずの皇族まで含め、不満が存在した。威嚇的な見事のりも複数回出された。4年2月19日に、軍神、百両、天下の人民に、諸悪をするなと見事のりを下した。 6年6月には、大和の綾氏が政治防御に加わった過去を数十年前まで、遡って攻め、大恩を下して許すが、今後は許さないと見事乗りした。8年10月2日には、王家らが怠慢で悪人を見過ごしていると言って今しめた。こうした処罰は、天皇への権力集中への反発ではないかとも、先制君主の才議の現れとも評される。だが、処罰は、 天武天皇4年から6年に集中しており、威嚇的な御事のりもこれに重なる。この頃、天皇は、柿部べと山沢などを取り上げる御事のりを出し、直符の改革を進めていた。これが不利益層の反発を生み、処罰が続いたのかとも言われる。また、人心の乱の戦後処理を除き交換への死刑は、宣告していない。恩赦もしばしば下し、 8年12月2日の恩赦によって、それまでに流罪になった者も,も許されたはずである。680年頃の日本周辺人新年の挙兵は、党の使者、各無双が5月30日に帰国してから約1ヶ月後の22日に決断された。白月の絵の戦いでの敗戦はあったが、その高等と白木は互いに、朝鮮半島の支配をめぐって争い、 それぞれ日本との通行を求めており、外交的な環境はやや好転していた。天皇は征服、干渉のための軍を起こさず、即位後は内外に戦争がなかった。天武朝の朝廷は低姿勢を取る白木と死者を、やり取りし、文化を摂取する一方で、唐には死者を使わさず、大国としての対面を作ろった。この時代には、 西方会場のチェジュ島にあった丹田からも施設が来た。11年7月25日には、南西諸島の種、駅級、甘屋の人に録が下された。東北では11年3月2日に、道の区国の絵像に関与を授け、4月22日には、古市の絵イコキナに票を立てることを認めた。天智天皇との対比で、天武天皇は親、くだら的だった前代と異なり親白木外交を。 取ったと評される。ただ、国内的には、白木系のトライ人を優遇したわけではなく、くだら系の人を礼遇したわけでもない。天武天皇2年ウルー6月6日の砂タクテル秋3年1月10日のくだらの小に岸正しへの増位14年10月4日のくだら僧、城明への不幸30個など、くだら人への恩典は多い。 朝鮮半島から帰化した人には元年から10年まで課税を免除し、10年後の8月10日には入国時に子供だった者にも免除を広げた。天武天皇は官人と機内の武装強化を特別な政策とした。天武天皇4年10月20日に、小以下、れ以上の官人の武装を義務付けた。命じた後には5年9月10日に武器を検査した。 8年8月に、富の駅下から、王家の馬を駆けさせ、9年9月9日には、長良神社で、大仙以下の馬を越して汽車させた。その後、13年うる4月5日に、聖のようは軍事であると述べて、文武の官と諸人に傭兵と乗馬を習いと改めて、明治、武装にかける者がいれば罰すると見事乗りした。その上で、 翌14年8月11日にイト機内の妊婦の武器を検査した。官人武装政策は天武自動庁に特徴的で前後には見られない。8年11月には立田山と大阪山に席を置き、南馬には外壁を築かせた。12年11月4日に諸国に人法を習わせよと命じた。十四年十一月四日には軍隊式用具と 大型武器を表の役所に収めさせた。立領成果で国軍主力の位置にあった軍団は、この時代にはまだ設置されていなかった。官人の武装化は、軍団創設以前の事情に対応したもので、指揮具を表に収めさせたのも同じであろうが、当時の全国的な平成については、学説が分かれている。表作り、氷の神が兵士を率いる、表政軍があったとする説、 軍団とほぼ同じものが成立していたとする説。国造が伝統的な支配下の人民を領導する国造軍がそのまま続いていたと見る説がある。天武天皇は人身の乱の勝利後しばらく美濃にとどまり、9月になって岡本宮に入り、この年に新たに救出を立てて、そこに移り住んだ。飛鳥岡本宮は除名天皇、西明天皇の宮殿で、 大海に戸が移ってからも維持されていたのである。天武天皇の宮は死の2ヶ月前、首長元年7月20日に、アスカ清見原の宮と名付けられた。考古学者が言うアスカ偶 3B 記にあたる。西明天皇のアスカ岡本宮をそのまま使い、考古学者が言うエビノコ角を追加したものが主要部である。エビノコ角には一つの大きな電車があり、当時これを大極電と呼んでいた。 旧岡本宮部分には、大安殿、外宛、内宛、交渉殿があったが、発掘された建物との対応関係については未だ、諸学者の一致を見ない。アスカ清見原の宮の周辺には、京と呼ばれるような、都市的な広がりがあったが、南北、東西道が整然と直行する方形の都市計画は、敷かれなかった。宮の北北東には、アスカ遺跡と呼ばれる、国家工房があり、 不本線はここで鋳造された。また、現存する日本最古の天皇名や天武朝と考えられる定中年の名がある木管が発見されている。天武天皇はこの宮に満足せず、代替わりごとに宮を移す旧館を改め、永続的な塔を建設する抱負を持って敵地を探した。天武天皇5年に新城、すなわち後に藤原家として完成する。 都の計画を始めた。元あった起伏を鳴らして整地し、道路には速攻を掘った。万葉集には、大君は神にしませばたや沼をととなした、とする歌が二種あり、このことを指すと考えられる。この時は、包囲に規制されていなかった、既存の道路と建物を一旦廃絶し、南北線を軸とするように作り変えたが、線とはできなかった。天武天皇十一年三月一日に、 美の浦に命じて地形を見させ、16日には天皇自身も新城に妙高した。翌12年の7月18日にも景を見て回り、13年3月9日に救出の地を定めた。この頃から修正された都市計画で工事が再開した。天皇の死で中断されたが、天皇の御捧ぎは新しいとの中軸線を南に延長した先に気づかれた。 像とは、天武天皇の死後、児童天皇の手で進められ、完成した。日本最初の本格的都の城と評価される。天武天皇は、東二三を置くべきだと考え、十二年十二月十七日に、南馬刑を置いた。建造物は、高徳天皇によって作られた南馬宮をそのまま受け継いだ。東にも福島を置こうとしたのか、年月日に、 死なのに、死殺の使いを派遣したが、そちらは、着手に至らず終わった。天武天皇は、古来の伝統的な文芸、伝承を掘り起こすことに力を入れた。外来のものが排斥されたわけではないが、以前と以後の諸天皇の事業と比べると、土着文化の掘り起こしと生頓に向けた努力が、著しい。天武天皇が、人心の乱に敗れていれば、古事記、 万葉集に代表されるような土着的な文化は、日本初期、開封層に代表されるような、中国風の文化に侵食され、あるいは伝わらないまま終わっていたかもしれないとさえ、言われる。君主の号を天皇とした始めは、天武天皇であるとの説が有力である。史料的には、水古天皇の代の天皇号も複数あるが、それでは中国で天皇号を君主に用いた時期より、 前になること、個々の資料の正確に疑いが挟まれることにより、天武朝まで下げる。天武天皇は民間修復を積極的に取り込み、それを国家的祭祀とした。五節の前が、その確実な例であり、新滑祭りを国家的祭祀に高め、特に大城祭を設けたのも、天武天皇であろうと言われる。現代の歴史学者の多くが、口述する神道の祭祀も含め、 後代に伝統として伝えられた主要な宮廷儀式の多くが天武天皇によって創始されたか大成されたと推測している。天武天皇4年2月9日には、機内とその周辺から歌が上手な男女、主寿、義人を宮廷に集めるよう命じ、4月23日に彼ら再芸者に録を与えた。十四年九月十五日には、優れた歌と笛を子孫に伝えるよう命じ、 15年1月18日には、俳優と歌人に報酬を与えた。天皇は、10年3月17日に新、新王新方数に命じて、定期及び、上古書事編纂の招職を出した。後に完成した、日本初期編纂事業の開始と言われる。また、冷えたあれに、三角をひつぎと、仙台九字を読み習わせた。後に出録されて、古事記となる。 いずれも完成は天皇の没後になったが、これらが日本に現存する最古の辞書である。二章を並行させた意図には、定説がないが、内容は天皇下の支配を正当化する点で共通する。長大な漢文で、一貫性を犠牲にして、多数の説を併記した、日本初期が合議、分担で編散されたのに対し、短く守備一貫した古事期の方に、 天武個人の意思がかなり入った可能性が指摘される。天武天皇は本人が天文に長じており、天武天皇4年1月5日に日本初の先生街を建てさせた。天武4年4月17日に狩猟、漁獲の方法を制限し、牛、馬、犬、猿、鳥の肉食を禁止した。しかし、 これらの動物の肉食は稲作期間に相当する4月から9月に限って禁じられただけであり、脳換気である10月から翌年3月までは禁止されていない。また、当時の都で牛馬の肉が食べられていたことは骨に残った痕跡からも確認されている。加えて、当時の狩猟の主な対象であり、また、 稲作の害獣とみなされた鹿とイノシシについては、狩猟方法に規制をかけただけであり、肉食は禁じられていない。これは、肉食の全面的な禁止を目的としたものではなく、律令国家を運営していく上での税収の安定的な確保のために稲作を促進する観点から、牛や馬など稲作に役に立つ動物の保護を目的とした法令とみなすべきである。しかし、 律令国家体制の下で、貨幣になり得るものとしての米の神聖さが一層強調され、稲作の促進のための動物の保護と肉食の制限、禁止を目的とした類似した内容の法令は、後の時代にも繰り返された。その結果として、日本人は、次第に肉食そのものを稲作に害をもたらす汚れと、みなし、表向きは遠ざかるようになっていった。神道天武天皇は、 日本古来の神の祭りを重視し、地方的な祭祀の一部を国家の祭祀に引き上げた。神道の信仰は外来文化の神道に対抗する日本の民族意識を高揚させるためであったと解かれる。だが、その努力は各地の伝統的な祭祀をそのまま保存することではなく、天照大臣を外する天皇家との関係に各地の神を位置づけ、体系化して取り込むことにあり、 究極的には天皇権力の強化に向けられていた。それぞれの地元で祀られていた各地の神社、祭祀は保護と引き換えに国家の管理に服し、古代の国家神道が形成された。その際、天武天皇は伊勢神宮を特別に重視し、この神社が日本の最高の神社とされる道筋をつけた。人神,神の乱の時、挙兵して伊勢に入った大甘王子は、 徒歩川のほとりで、アマテラス大臣を持ち配した。具体的には、伊勢神宮の方角を拝んだことを意味すると、考えられている。即位後の天皇は、娘の大北王女を、伊勢神宮に送り、採用として使えさせた。4年2月13日には、娘の重子王女と天智天皇の娘厚地王女が、伊勢神宮に参詣した。伊勢神宮の式年遷宮開始年については、 天武天皇十四年都市等天皇二年の二通りの本があるが、いずれにせよ、天武天皇の発意であろう。また、伊勢神宮を伊鈴川沿いの現在地に建てたのは天武天皇で、それ以前は宮川上流の滝原ぐるにあったと推定されている。そもそも、アマテラス大臣という神を作り出したのが天武天皇であるという説もある。無から創作したというのではなく、 伊勢地方で祀られていた太陽神を天皇家が祀っていた神と合体させて天テラス大臣としたという説である。これについては高見虫日が旧来の高祖神で天武天皇が天テラスに取り替えたという説もある。西用は有力天皇から水古天皇の時まであったと日本初期古事記に記されているが、これについても実は大北王女が最初なのだとする説がある。 他に、天武天皇3年8月3日には、石上神宮に、押壁御子を使わして、神宝を磨かせた。天武天皇4年4月10日には、立田の風神を祀るために、美濃オーラを、広瀬の大弓神を祀るために、真王と大豚らを使わした。後世まで両神を祀るために直詞が使わされる、はじめとされる。この年1月23日にもろもろの社を祀ったのを、 記念祭の始まりと見る説もある。仏教天皇の仏教保護も手厚いものがあった。即位前には出家して、吉野に退いた経歴を持つ。即位後、2年3月に河原寺で一斉行所者の事業を起こした。5年には死者を全国に派遣して、金光妙業と二王業を解かせ、8年には和教の24時と宮中で金光妙業を解かせた。金光妙業は、 国王が天の子であり、生まれた時から守護され、人民を統治する資格を得ていると記すもので、マテラス大臣の末による、現人心思想と気を一にするものであった。本人、家族の救済ではなく、五国を目的とした事業である。天武天皇2年12月17日に、美濃王と木川丸を作り高市大臣氏に任命し、くだら大臣を孔子に移して、高市大臣とした。 9年11月12日に、皇后の病気に際して、薬師寺婚流を祈願し、自らの病に際しても、様々に仏教に頼って、意を願った。天武天皇14年3月27日には、家ごとに母子者を作って、礼拝供養せよという御事の利を下した。家が、どの程度の人数の単位なのかは不明で、有力豪族ごとに一つと解する説の他に、 諸国の家を国がと会して国ごとに一つと返したりする説があるが仏教を広めようとしたのは間違いない。この時期まで機内を除く地方に寺院は少なかったが天武、寺頭町には全国で宇治寺が盛んに造営された。遺跡から出る河原からは中央の少数の寺院が地域を分担して建設を指導したことが伺われ政策的な後押しが想定できる。 天武天皇の仏教保護は、反面、総に二寺院にこもって、天皇や国家のための祈祷に専念することを求め、仏教を国家に従属させようとするものでもあった。国家神道に対応する国家仏教である。天武天皇4年に所持に与えられていた参議院池を取り上げ、8年には磁気を見直して、寺院の収入を国家が決定することにした。中央統制機関としては、 水古町に設けられ重視によって廃止された僧城、僧図を復活して総合性を整えた。加えて天武町では僧二の意に服装まで規制し、すべての寺院と僧侶を国家の統制下に置こうとする頃まで国家統制が強まった。天皇の仏教理解、姿勢については現世利益を求めた悲壮的なものと解かれることがある。 天皇が命じて読ませたのは五国の経典で個人の救済が重視されたようには見えない。天皇個人が仏教に求めたのは皇后と自身の病気治癒で仏教の自我否定や理科の思想を実践しようとするものではなかった。同教天皇の宗教観には同教の要素が色濃く出ている。天皇は神にしませばと読まれる時の神は神仙思想の神、つまり 千人の上位にいる存在であったとの説がある。発色の性の最上位は真人であり、天皇自身の和風ル志号は天の布原沖の真人という。英州は東海に浮かぶ神山の一つ、新人は千人の上位階級で、天皇も同教の最高神である。天皇が得意だった天文遁公は同教的な技能である。葬られた 八角墳は東西南北に北東、北西、南東、南西を加えた発光を指すもので、これも道教的な方角観である。道教への関心は天武天皇だけのものではなく、母の斎明天皇に顕著であり、天武没後も続く。天武天皇の、そして日本の道教は神道と分かちがたく融合しており、独立には存在していない。影響を、 どこまで大きく評価するかは見方が分かれる。天武天皇は宗教や超自然的力に関心が強く、神仏への信仰も扱った。日本初期には天文遁行を良くするとあり、人身の乱では自ら指揮をとって将来を占ったが、これらは同教的な技能である。古事記は天武天皇が夢の中の歌を解き、夜の水に投じて自分が 好意につくことを知ったと記す。日本書紀では、人心の乱の時に指揮をとって、占い天下二分の兆しととき、また、天神地義に祈って、内雨をやませたという。占いも神女も現代の学者のとるところではないから、諸学者はこれらを天皇の健忘と見たり、偶然の関与と見たりするが、このような預言者的能力によって天皇は神と仰がれるカリスマ性を身に帯びた。 即位後の政治にも、宗教、儀式への関心が伺えるが、占いの活用や神仏への祈願で、自らの目的を達しようとする姿勢が強い。天武天皇の和歌は、加茂屋で、ぬかた王と交わした恋の歌、藤原夫人と交わしたからかいまじりの歌、吉野の、吉を繰り返す歌、そして、吉野の道の寂しさを歌う暗い歌が伝わる。監視を作ったとする資料はない。 学者には伝えられていないだけとする人もいるが、ここに彼の趣味思考を見る人もいる。天武天皇の趣味は無端児のように庶民的なものがあり、天武天皇14年9月18日に大安殿で白儀の大会を開くといった有興的なものさえあった。文化政策で挙げた各種芸能者への工遇も天皇の好みと無関係ではないだろう。こうした側面に、 民衆の心を捉えるものがあったかもしれない。文略2年の洞窟後の調査、アフノ山領記に、天武天皇の骨について記載がある。首は、普通より少し大きく、赤黒い色をしていた。すねの骨の長さは1尺6寸、肘の長さ1尺4寸あった。ここから身長175センチメートルくらい、当時としては、背が高い方であったと推定される。藤原定家の日記。 暁期によれば、白髪も残っていたという。人妻ゆえに言われ恋姫やも、天智天皇7年、天智天皇が、加茂やに有料に出かけた時に、ぬかた王が交代し、すなわち、大天王子に、の森は水や君が袖振ると歌ったのに答えた。ぬかた王ははじめ、大天王子に貸し、後に、天智天皇の妻となった。 時泣くぞ雪は降りける暇なくぞ雨は降りけるその雪の、時泣きが、ごとその雨の暇なきがごとくまも落ちず思いつつぞ、ひたしその賛同を、吉野の賛同を鎮痛憂鬱に読んだもの。憂鬱の内容は恋とするのが古い解釈であったが、江戸時代以降は、慶中以降、鴨のまぶ立花の守る部、山田隆、高木一之助ら、天智天皇十病時に提発して、 吉野に入った時のこととする。吉野よく見よよき人よく見つきよ原し系図原村の聖徳天皇の宝御により、皇統は天武系から天智天皇の孫である公認天皇に移った。公認天皇には皇后井の上内親王を通じて天武系の血を引く皇太子、大部親王がいたが敗退しとされ、側室を母に持つ官務天皇の系統が長く、 現在まで続くことになる。天武天皇の血筋は一度高等から消えたものの、986年に即位した一条天皇には除系を返して、天武天皇の血が入っており、現代の皇室まで受け継がれている。また、トネリ神皇の子孫が清原正人の生を賜り清原氏の祖となり、高市美子の子孫が高品正人の生を賜り高品氏の祖となるなど、 後世まで長く繁栄する。ただし、高品氏に関しては、天武天皇の雲孫にあたる、公開氏なお、有原の成平の落印とし以降、天武天皇の血筋は、ついでいないとする説もある。在位念と西暦との対照表、ありがとうございます。